はい、皆さんこんにちは、まあまあチャンネルです。今日の動画はですね、数ヶ月おきぐらいに来てしまうシアノバクテリアでございます。ちょっとね、結構ねシアノバクテリアが繁殖していたので、緊急でね、お処理を始めちゃったので、動画がね最初の状況の映像とかがなく途中からの映像になってしまいますが、私のシアノバクテリアの除去方法をご覧ください。で、初めの状況なんですけれども、メインキノコの下の方に細かいサンゴがいっぱいあったんですよ。ちっちゃいキノコだったり、豆プラグにつけていた豆砂だったり、細かいサンゴがちょこちょこ置いてあって、で結構ね豆プラグの色とね同化してて、あんまり目立たなかったんですけれども、最初ね中央付近にシアノバクテリアを見かけて、あ、シアノが出てきたなと思って取り除いて、よーく見てたら、その豆プラグらへん、豆プラグ自体も赤紫っぽい、紫っぽい色なんですけれども、ちょっとねそのところにね、こう赤紫のシアノバクテリアがね、こうちょっと覆ってまして、豆プラグを覆ってたり、豆砂の隙間とかにこうねシアノが入り込んでいたので、そちらのね映像がちょっとないんですけれども、見ていただけたらなと思います。はい、映像はちょっとねここにあったサンゴを避けた後なんですけれども、砂地がねこううっすら赤茶色のシアノバクテリアがいっぱいあるのがお分かりでしょうか。サンゴをね別容器に移してスポイトで水流を当ててあげると、シアノバクテリアがペラペラと剥がれていきます。こうやってねシュッシュッシュッとかけてあげるとね、簡単に表面についたねシアノは取れてくれますので、いろんなね隙間などにねシュッシュッシュッと当ててあげてください。こういうねキノコのくびれにもねシアノが入ってたりするので、吹きかけてあげましょう。こんなにね取れました。だいたいね取ったら別の容器に移してあげます。そしてね一応ディップしていきます。そしたらまたねいろんなところをスポイトでやっていくとね、また少しねシアノさん出てきてくれるので、全体的にねシュッ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 やっていきます。続きましてね、水槽底砂の除去ですね。ひしゃくでシアノの部分をすくい取って捨てちゃってます。そしてね、メインの大きいキノコのね、根元にもシアノがあったので、ちょっとね、バロニアと一緒に除去していきます。それにしてもぎゅうぎゅうですね。はい、こんな感じでね、底砂とね、サンゴについたシアノバクテリアはね、完全にではないですけどね、ほとんど取り除くことができました。やっぱね、リン酸塩とかね、そういうのが多いのかな、うちの水槽は。でね、こうやって吹き飛ばしたり除去しながら、あと水替えですね、水替えを、こまめにやっていくと減っていくらしいですね。あと水流の淀みがあるとそこにね、シアノが繁殖しちゃうので、水流のね角度をちょっと変えてね、下の方に
水流が当たるように調整しました。これでねちょっと様子を見ていきたいと思います。まあそんな感じでね、まあまあまあ順調かと思えば突然ねやっぱシアノが出てきたり、まあいろいろトラブルが絶えない水槽ですがね、なんとかね維持していきたいと思います。それではチャンネル登録、高評価、低評価、コメントリクエスト何でもお待ちしております。ご視聴ありがとうございました。